ヤッホー、さくらです。はい、ということでですね、本日は毎月恒例爆買い紹介ということで、今回もこんな感じで大量に買ってきました。ブランドは3種類で、X ガールとヒステリックグラマーとアトモスで買ってきました。で、8月は結構大切な撮影とか、なんか遊びの予定とかあるので、絶対おしゃれな服、新しい服で行きたいと思ってちょっと買いました。はい、あと美容室帰りだから見て、髪の毛のこのサラサラ具合かくない、おすすめです。はい、ということで紹介していきます。チョベリグ、まずはじゃあヒスから紹介していこうかな。ちっちゃいからヒスは月一、本当に月一で行ってて、でもなんか帽子が欲しいのあったからそれ目的で行ったんだけど、なくって何も買わずに出るのは嫌じゃん、だから買いました。で、1つでいいのに2つ買っ、いや4つ買っちゃったな、靴下入れたら。こういうとこ、さくらのだらしないポイントです。捨てればいいのに貼っちゃうっていう。 T シャツ、あ、洋服部門から紹介します。洋服がまず T シャツ、白の T シャツ、じゃーん、可愛くない？このオーバーサイズ、これがワンサイズしかないんだけど、このオーバーサイズがマジで可愛すぎて、デザインも超可愛いみたいな。しかもなんかヒステリックグラマーってなんかこの絵が可愛いのね、デザインとか絵がすごい可愛いから、それがなんかナチュラルじゃなくてオーバー目にパッて出てるから、それも好きで買っちゃいました。これが17,600円、高すぎ。でもイズの服はもう長年使おうって決めてるから高くても大丈夫。元取りに行くよ、使いまくる。超可愛くない？これ本当に可愛いの。で、次ですね、キャミ、じゃーん。私今日も見ての通り露出大好き女って感じで、夏は露出したいっていう感じなので買いましたね。可愛くない？ちょっとね、あのインスタ、いつも洋服買いに行く前にインスタとか見て、なんか着ない洋服の系統とか、なんか最近着てない色とかをこう見つけて、それをその着ない色を1個ぐらいゲットしようみたいなって思ったんだけど、青がマジで私着ないから青買いました。これも15,400円、高いね。これで15,000円とか言っちゃダメだけどさ、高いよね。このイチゴマークが可愛い、これもいっぱい着ます。超可愛い。で、着なくなったらしーちゃんとすーちゃんも使えるからね。で、靴下ですね。靴下は出さなくていいか。いつもね、ヒス行ったら靴下買っちゃうの。超可愛いの。じゃん。じゃん。可愛くない？靴下ね、なかなか買わなくて、フィグメイムっていう自分のブランドのやつをめちゃめちゃ使うけど、なんか私のブランドのやつは、ガーリー目が多くて、ガーリーな洋服に使うことがあるんだけど、ザ・ストリートの靴下はヒスの使ってます。いくらか書いてない。2個買いましたね、2色。結構長めの丈だから、さっきのオーバー、髪の毛触りすぎてムカつくよね。ごめん。もう触らない。触ったらもう本当に天罰下して。オーバー目の洋服、ワンピース風に着て靴下を長くするとかがすごい可愛いと思うから、セットで着ようと思って買ってみました。続いてはですね、じゃーん、アトモス。最高最高。アトモスもね、月1ぐらいで行ってる。絶対5着ぐらい買っちゃうもんね、可愛すぎて。まず1つ目ですね、じゃん、バケハ買いました。可愛くない？なんか白のバケハ珍しく持ってないから買いました。どう？可愛い？可愛くない？深くて。これがね、5,500円。なんかさ、透けてる感じも可愛いんだよね。バカ可愛くない？これをちょっとね、この夏使いまくろうと思います。移動中の時とか、キャップとか被るんだけど、キャップよりバケハの方が髪の毛って崩れないの。だからバケハがめちゃめちゃ欲しくて、可愛いなだからちょっと買ってみた。あ、これ結構お気に入り。結構今回の購入品の中でも、お気に入りです。ぴょーん、可愛くない？これは、こういうキャミなんだけど、普通のキャミと思いきや、じゃん。これ多分首の後ろにね、巻くやつで、こう、チョーカーみたいになってくれる。白とピンクのキャミです。めっちゃ可愛くない？これ。なんか露出するけど、ガーリーみたいな。
清楚だけど露出で奥行きだけって感じですね。はい、これが5500円ですね。この色味が超可愛くない？パステルカラーで。だからこれとこの組み合わせとかエグ可愛いと思います。あ、これも超お気に入りだわ。これかな一番正直。これがですね7700円。じゃあめっちゃ可愛くない？これやばくない？激カワなんだけど、こういうさ、なんかさ、バケバスケバスケのさ、なんかさ、ユニフォームみたいなさ、洋服さ、めちゃめちゃ流行ってるじゃん。そのなんかもっとおしゃれ版みたいな。なんか、後ろの、下の丈がね、左右非対称になる。可愛くない？左右非対称の色も。こういうおしゃれ着大好き。超おしゃれ。で、なんか、いつも、私が爆買いしちゃう癖の理由が、これに合う洋服、もう家にあるもので組み合わせられないのね。覚えてないのとか、頭が働かないから、ここで組み合わせできるもの買っちゃおうとか思っちゃうので、これ合わせたら可愛くないと思って買いました。これは8800円。今回10万円分ぐらい買っちゃってるかもしれませんね。え、なんかさ、このネイビーの感じと合わせたら超可愛いと思ったんで買ってみましたね。可愛くない？やばい、今回の購入品可愛すぎる。過去一。毎回言ってる。毎回過去一。はい。あとモスは以上でーす。キョベリゴ。続いて、X ガール。X ガールも超可愛いよ。まずね、これ超気に入り。可愛くない？じゃーん。この、タンクトップ。じゃないね。まあ、タンクトップっていう。タンクトップ風の、フード付き。だからパーカーの袖なしバージョンみたいな感じで、これが8800円なんだけど、後ろのデザインがこんな感じで、前がシンプルにワンポイント。これめっちゃ可愛くない？しかもね、めちゃめちゃ大きいし、あのポケットもついてるから、めっちゃなんかメンズライクのコーデの時に使おうかなと思います。で、これにキャップかぶったり、ニット帽をかぶったりしても可愛いし、何に合わせても可愛いかなと思います。これ可愛くない？これさ、グレーもあったのね。グレーもめっちゃ可愛いと思って、迷いに迷った結果ブラウンにしました。でもグレーも欲しい。二色買いしようかと迷いました。はい。続きましてはね、ちょっと系統似てます。じゃん！今回ストリート多いね。こちらがですね、13200円なんだけど、これは羽織ですね。これ可愛くない？これこそバスケ？違う？めっちゃスポーティーな感じ。髪の毛触ったね！今ね！あったよね。ごめんなさい。たまにコメント欄で髪の毛触りすぎうざいって書いてます。すみません。議論なしです。議論って言うけ。議論か。議論。異議か。異議はありません。あれ合ってる。もういいわ。喋りたくない。はい。これはなんか中にキャミとか、こういうの合わせても、こういうの合わせても可愛いじゃん。めっちゃ可愛い。できたいなと思って。これ超可愛くない？ラストです。ラストがこちらでーす。超 X ガールって感じ。これが7150円。これはこの可愛いところはまず色味ね。色味がさ、ここがあえてオレンジなのが可愛いし、この X ガールのこういう服って袖がめちゃめちゃ長いのよ。だからめっちゃ腕長く見えてスタイルよく見えるのと、丈も短めだからこうシュッみたいな感じ。シュッって感じなの。髪の毛触ったね。ごめんね。って感じで、マジでおすすめです。このなんか X ガールのこの形のやつ何着も持ってるけど、めっちゃ細く見える。から、なんか太ったなって思った時でもこれ着ておけばよし。逆に悪く言えばこればっか着てたら自分がブクブク太っていきます。っていうぐらい結構、スタイルがね、よく見えます。じゃあ終わりが。はい、ということで以上でございます。合計で多分10万円ぐらいってそうですね、わかんないんですけど、約10万円分ぐらい買ってきました。今回もね、めちゃめちゃ可愛い洋服ばっかで満足なんですけど、その中でもこれがお気に入りかもな。これが一番のお気に入りでございます。多分ね、このね、洋服たち着てる姿はインスタ、TikTok
の方で見れると思うので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。ということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。しぶりく。